お前たちも来たのか。度胸はあるようだな。お前たちには証人になってもらう。当主への審問が終わるまで捕らえられることはないと保証しよう。だがもしお前たちの言っていたことが非謀であった場合、お前たちは帰れないどころか罪を背負うことになる。いいな。いいだろう。すごいな。徐々に星5もゆっくりゆっくりソロで出してきてるけど。あ、九条サラ様、当主様からの命により何人たりともこの先に踏み入ることは許されません。どけ。私は当主に会わなければならないんだ。容赦はせんぞ。雪よ前、天理チョーク。
なは俺が守れ。よっ雪よ前くらえくらえ、はい、へこのども続け。剣女盤石天道ここにある。神笹流消滅失礼。負けだ。やめろ。サラ、気が狂ったか。私の禁令を無視するとは。当主様、聞きたいことがあるんだろう。気迫に押されるな。高雪様、私は奉行府の上層とパリューへの手紙を見ました。どうかご説明を。遺失した上層と手紙はお前が盗んでいたのか。ふん。ではあれらがすべてあなたの直々に書いたものであり偽装ではないと認めるのですか。どうか私に教えてください。当主様、天領奉行は本当に幕府を裏切ったのですか。ふん。私は確かにファデュイと連絡を取り合っている。お前が見た上層も私が直々に書いたものだ。あっさり認めた。メガリレーの発令と遂行に助力すればスネージナヤの施設と約束した利益を手に入れられるんだ。昔から九条家の地位を狙っている奴らは多くいた。我々を陥れようとする家紋も数えきれないほどいる。他国勢力の支持が得られる上にメガリレーを通して敵の戦力を削れる。これほど割のいい取引はない。ただお前に知らせる必要がなかったと判断したまで。それだけだ、サラ。あなたはあれほどまで将軍様のことを崇拝していたのにどうして裏切ったことをそんなに軽々しく言えるのですか。裏切る？これのどこが裏切りだというのだ。あのファデュイたちは私に利用されているに過ぎない。奴らに何ができるという。稲妻の国土において天から雷が降り落ちれば奴らは身を震わすことしかできない蟻に過ぎん。逆らうことなどできるものか。なぜなら我々には天下無双の雷電将軍が、あの無双の人たちがあるのだから。おお、こいつが崇拝していたのは雷電将軍というよりも彼女の武力と無双の人たちみたいだ。しかも狂心に近い。では忠義の心はどこに行ったのですか。当主様、私が九条家に引き取られて以来あなたから臣下としての忠義の道を教わってきました。今思えばそれはただ私に九条家への忠誠を誓わせ将来裏切ることがないようにするためだったのですね。先ほど言った通りは自身の醜さと私欲を隠すための詭弁でしかありません。私欲？私は九条家の永遠を守ってきたんだぞ。将軍様はきっと理解してくれる。前当主様もきっと理解してくれるはずだ。言いたくなかったんだけど、九条家は自分たちの力を過信しすぎじゃないか。ファデュイはそんな簡単にやっつけられる相手じゃないぞ。メガリレーが本当に正しいものかどうか私も内心疑ったことはありました。私の心にある道義に背いてもやらなければいけないことなのかと。しかしそれが将軍様の示す道である限り最後まで良し悪しを判断することは誰にもできない。私はそう思ったのです。けれど今になって分かりました。永遠の道に終わりはないと。そしてその道はすでにあなたたちの私欲によって汚されています。したがってそれを正すとしましょう。
少なくとも今まで私のしてきた決心に報いるためにも。余計なことを考えおって、生きたければ行くがいい。九条家の地位を揺るがすことは誰にもできん。お前が情勢を変えることはないだろう。将軍様は今天守閣でスネージナヤの施設を迎えている。さあ、宿女と呼ばれている執行官だ。稲妻の背後で起きた全ての元凶は宿女だったのか。離島を離れた時、千里さんから言われたことがあったな。勘定奉行が身分の高そうな女性と会っていたって。あの時に気づけたはずなのに。スネージナヤの施設、ちょうどいい。このままこの稲妻から立ち去れると思うなよ。九条サラが言っちゃったぞ。天守閣に乗り込む気なのか。そうだ、オイラたちも行こう。まさか、ライデン将軍と戦うの？マジ？マジっすか？